皆様、大変長らくお待たせいたしました。それでは、ただいまより第4回島盛り・咲き盛りに感謝する集いを開会させていただきます。私は本日の司会役を務めます琉球大学4年の北浦大地と申します。本日はよろしくお願いいたします。開会にあたりまして、国歌君が代を斉唱いたします。皆様ご起立くださいませ。お願いします。それでは実行委員長の挨拶をさせていただきます。実行委員長で琉球大学3年の野田博君に行っていただきます。それでは野田実行委員長、よろしくお願いいたします。私たちのサークル沖縄から日本を考える学生の会は、本日の純国沖縄学徒顕彰祭に向け、沖縄戦で任務に当たられた学徒の方々について、そして学徒の方々にどのように向き合うべきかについて学習してきました。その中一部紹介したいと思います。平成5年、慶応大学でこのようなことがありました。学徒出陣についての討論会でのことです。学徒出陣を経験された慶応大 OB の方に向かって、なぜ兵役を忌避しなかったのか、加害者としての責任をどう考えているのかという質問をし、場の空気は戦争に手の染めたことのない、人の方がさも優位に立っているかのようだと、そのような空気になってしまうことがありました。戦後長きにわたって、私たち学生および若者は学徒の方々の心に向き合おうとするどころか、解釈をねじ曲げ、時には認識すら変更し、過激な反戦平和の主張に学徒の方々の言葉を利用してきました。実に反省すべきところであります。認識を正すためには意図的な解釈は排除し、ありのままに受け止めようとする努力が大切だと思います。
ご遺書を読むにあたって私たちがこれを、心がけてきたつもりではありますが、戦争を知らない世代でありまして、果たして本当に理解したと言っても、本当にそれが理解しきれているのか、不安も残るところでありました。ご遺書、体験談をもとに作られた新しい作品では、さらに思うように事実に近い認識というわけにはいかなくなることも、痛感しました。あるドキュメンタリーで、そしてある機関誌で、全く異なる解釈のなされた同じ場面がありました。壕の中で白梅学徒隊の方が、負傷した兵士の、看護を懸命に行っている。その中で、兵士たちが学生さんと、白梅学徒隊の方々に、水とか、お世話を求めるわけでありますが、この時に、ドキュメンタリー番組の方ではものすごく、暗いイメージで描かれており、また機関誌の方では、その白梅学徒隊の方々の懸命な看護、その優しさによって少し、暗かった雰囲気にほんの少し光が差したような、そんな、雰囲気を描かれていました。この2つの作品を通してどのように判断するか、それは実に厳しくも私たち次第になってしまうわけでありますが、どちらの方が近いか、私の、試験が入ってしまって申し訳ないんですが、後者の方を少し今のところは、支持しております。皆様はどのように考えるか、は分かりませんが、考えてみていただきたいと思います。以上、これをもって挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回再考させていただく純国沖縄学徒顕彰祭は、実は金城和彦先生という東京在住の方が靖国神社の方でこれまで続けてこられた祭典でございます。その金城和彦先生が今年の2月9日に、失礼いたしました、2月19日に亡くなられたとのことでございます。詳細をご存知の方がいらっしゃいますので、一言紹介いただければと思います。失礼いたします。東京から参りました全日本学生文化会議の岡村と申します。金城和彦先生にですね、私も学生時代からご指導いただきまして、東京の方で、学生たちとこの純国沖縄学徒顕彰祭をやってまいりまして、毎年学生が祭文を読むんですけれども、その祭文の訂正ご指導をですね、金城和彦先生からしていただいてきてまいりました。その金城先生もこの5年ですね、ご体調が非常に悪くて、もう慰霊祭も続けられないというような状況でありまして、それを東京の学生たちに継いでいただきたもらいたいという話がありまして、東京の方も5年前からですね、慰霊祭の方を学生がさせていただいておるんですけども、5年間、病院にご入院されておられましてですね、2月19日にお亡くなりになられました。
でも本当にそのことはもう家族だけしか、まあ、知られておられなくてですね、1ヶ月後に私もですね、聞きしまして、まあ、葬儀等はですね家族でひっそりともされたということでございます。その、まあ、金城先生のことをですね、まあ、本当に我々ご指導いただいてまいりましたので、ここで黙祷をですね、まあ、皆さんと捧げて、そのお父様の金城和親先生からこの金城和彦先生まで本当にこの沖縄の慰霊祭を大事にされてきたことをですね、本当に、まあ、思いを忍びながら黙祷を捧げたいというふうに思っております。それでは皆様ちょっとご起立をお願いいたします。それでは金城和彦先生のご冥福を祈りまして、1分間の黙祷を捧げたいと思います。黙祷。お祈りください。ありがとうございました。ご着席ください。岡村様ありがとうございました。